山本左近くん。委員長。山本くん。はい。おはようございます。自由民主党東海ブロック比例代表選出の山本左近です。はい、ありがとうございます。本日は人生で初めての質問となります。この国会の場に送り出していただきました国民の皆様、先輩議員の皆様、同僚議員の皆様、そして関係する皆様に御礼感謝を申し上げます。はじめに新型コロナウイルス感染症や自然災害などでお亡くなりになられた方々への哀悼の意を表します。また現在も療養中の方並びに被災された皆様にお見舞いを申し上げます。先般の F-15 戦闘機の墜落事故で操縦者の2名の方がお亡くなりになられました。誠に痛感の極めであります。心より哀悼の意を表すとともに、ご遺族の皆様に心よりお悔やみを申し上げます。そして本日も社会機能を支えてくださるすべての国民の皆様に感謝を改めて申し上げます。私は今から約16年ほど前に F1 ドライバーとしてデビューし、時速350キロを超える自動車レースの世界で戦い、挑戦してまいりました。本日は我が国の基幹産業でもあり、私たちの生活と密接に関わる自動車に関する質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。自動車産業は今、100年に一度の大変革期にあると言われております。政府はカーボンニュートラル実現に向けたクリーンエネルギー戦略として、2035年までに新車販売で電動車 100% を実現すると目指されておりますけれども、この電動車についての定義を教えてください。新川達也官大臣官房審議官。お答え申し上げます。昨年策定いたしましたグリーン成長戦略において、乗用車については2035年までに新車販売で電動車 100% という目標を掲げております。この電動車とは、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車およびハイブリッド車の4つでございます。委員長、山本左近君。ありがとうございました。今、ご答弁いただいた中に、内燃機関を含むハイブリッド車も電動車であるということが確認できました。つまり内燃機関を使いながらも脱炭素化を進めることが大事となり、その上では燃料の脱炭素化も進めていくことが大変重要になってまいります。今燃料の脱炭素化の実現を図るには合成燃料という技術が注目されております。お伺いいたします。この合成燃料と呼ばれるものは一体どういうものでしょうか。畠山資源、あ、ごめんなさい、定光資源燃料部長。お答え申し上げます。合成燃料とは二酸化炭素と水素を合成して製造される燃料のことであります。 FT 合成、フィッシャートロプシュ合成反応などによって人工的な原油とでも言うべき炭化水素化合物の合成物が製造され、それを生成することによってガソリン、ジェット燃料、灯油、軽油などの液体燃料が得られます。原料として二酸化炭素を用いることから脱炭素燃料とみなすことができると考えてございます。ありがとうございます。山本左近君。はい、委員長、ありがとうございます。つまり合成燃料、今ご説明いただきましたが、もっと簡潔に言えば水素と二酸化炭素からガソリンやディーゼル、また飛行機の燃料であるケロシンの代わりになるサフと言われているものがありますけれども、こういったものを作ることができる、石油がなくても石油を作れる、まあ、こういった技術だということが理解できました。これは我が国のエネルギー政策において、まさに大転換を迎えることができる、実現できる可能性があるのが、この合成燃料であると理解しましたが、このカーボンニュートラル実現においては当然のことながら、合成燃料を国内で研究、開発、製造拠点をしっかり整備していくことが、日本の将来の経済安全保障につながるのではないでしょうか。それではお伺いいたします。この合成燃料を国内においての研究開発や製造技術の向上、製造拠点の計画はございますでしょうか。定光資源燃料部長。お答え申し上げます。委員ご指摘の合成燃料はカーボンニュートラル社会の実現に大きく貢献するだけではなく、国内でのエネルギー調達、加えて研究、製造の可能性も有しておりますため、経済安全保障の面でも利点があると認識してございます。
こうした合成燃料の早期商用化を実現するため、逆シフト反応や FT 合成プロセスといった既存技術の高効率化に向けた技術開発に加え、産学官連携によって、ダイレクト FT などの革新的新規技術の開発にも取り組むこととしております。具体的には、グリーンイノベーション基金の活用などを通じ、国内におきまして、22年度から小型試験装置による要素技術の性能確認、25年度からは日量300バレル規模のパイロットプラントによる運転検証を行い、28年度末までに高効率かつ大規模な製造技術の確立を目指し、2040年までの自立商用化につなげていくこととしてございます。ありがとうございます。山本左近君。はい、委員長ありがとうございます。ただいまご説明いただきました、国内の製造拠点の開発と整備を進めていく予定であるということは理解いたしました。ただし、今説明があった中でですね、2025年300バレルパーデー、で、2028年にはさらに増やしていくというお話がありましたが、これを少し噛み砕いて説明させていただきたいんですが、300バレルパーデー、つまり年間約1740万リットルで、これを現在の乗用車1台あたりの年間消費量概算に当ててみますと、約2万5000台に当たります。もし仮に半分の消費量だったとしても、約5万台、つまりしっかり取り組んでいただいているとは思いますが、全体の自動車の量から、走行量からしますと、まだまだわずかな量でございます。この生産量を増やしていかなければならない、そういうふうに考えます。これまで EV シフトを積極的に進めてきた欧州のメーカーでも、この合成燃料に着目し、改めて内燃機関への可能性を探ってくるメーカーも出てきております。国際競争社会の中で、日本の基幹産業である自動車におけるカーボンニュートラル実現については、EV への一本化ではなく、内燃機関を含むさまざまな選択肢が重要だと考えます。その選択肢を持つために、合成燃料や内燃機関の研究開発など、幅の広い研究開発支援を、そして国際競争に打ち勝つために、スピード感を持った技術開発や生産拠点の整備への支援が必要だと考えますが、大臣、いかがでしょうか。萩生田経産大臣。委員ご指摘のとおり、諸外国において合成燃料に関する研究開発プロジェクトが立ち上がっていることは承知しており、経産省としても高効率かつ大規模な製造技術を早期に確立する必要が重要と認識しております。昨年6月に閣議決定された長期戦略実行計画において、 CO2 と水素の合成燃料について技術開発実証を今後10年間で集中的に行い、2040年までの自立商用化を目指すとされていることに基づき、本年1月からはグリーンイノベーション基金を活用したプロジェクトの実施者の公募を開始したところです。また自動車産業の2050年カーボンニュートラルの実現に向けては、電気自動車や燃料電池自動車だけではなく、多様な技術の選択肢を引き続き追求することが重要であります。このため合成燃料に対応した内燃機関や排ガス処理といった効率的な燃料の利用技術も開発してまいりたいと思います。こうした多様な技術開発などを着実に進めることにより、合成燃料の商用化や自動車産業のカーボンニュートラルが実現できるように取り組んでまいりたいと思います。はい、ありがとうございます。山本左近君。大臣ありがとうございました。ただいま非常に前向きに、そして早期確立に向けた強いメッセージをいただきました。また公募も開始されているということで、今後の合成燃料について非常に期待をして、大臣への質問を以上とさせていただきますので、大臣こちらでご退席いただいて結構ですので、ありがとうございました。よろしいですか。それでは話を合成燃料から次の質問へ移らせていただきたいと思います。話は変わりますけれども、現在のガソリンの燃料価格の高騰についてお伺いさせていただきます。ガソリン価格は2008年9月以来の13年4ヶ月ぶりの170円を超える高値水準となっております。コロナ禍で生活が打撃を受けている中で、ガソリン等の価格高騰でさらなる生活への打撃となってしまいます。コロナ禍からの経済回復の重荷になる事態を防ぐために、現在政府はガソリン、軽油、灯油、重油を対象とし、最大5円を元売り事業者へ手当を行う、
コロナ禍における燃料油価格激変緩和対策事業を実施していただいております。この予算は893億円で、令和4年の3月末までとされております。すでに効果が出ていることが確認をされております。2月7日のレギュラーガソリン平均価格が 173.7 円となる予測だったところを、この対策事業により 171.2 円とマイナス 2.5 円の効果がありました。今後も継続した効果が期待されますが、2点お伺いさせていただきます。補助金が適切に小売価格に反映されているかを確認するために、価格モニタリングを行うということですが、この価格モニタリングはどのようなことを行っているのでしょうか。また、このモニタリングに関して、非効率ではないかという声もありますが、このモニタリング事業の意義を教えていただけますでしょうか。貞光資源燃料部長。お答え申し上げます。小売店におきまして、この事業の趣旨を踏まえた価格設定がなされているかどうかをモニタリングするため、ガソリンスタンドについては毎週電話で、販売価格の全数調査を行ってございます。この全数調査によりまして、卸価格の上昇以上に大幅に値上げをしていることが判明した事業者の方に対しては、この激変緩和事業の趣旨を踏まえた価格設定がなされているかどうか、個別に事情を確認し、制度についてご理解をいただくことにしてございます。具体的には、卸価格の上昇に比べ、小売価格が大幅に上昇している事業者に対して、事務局の調査員が訪問し、激変緩和事業の趣旨を説明するとともに、価格設定の要因、背景などについて確認することとしてございます。これらの対応をなるべく効率的にですね、かつ全国ベースできめ細かく行っていくことによって、この事業の効果をしっかりと上げていきたいというふうに考えてございます。山本左君。ありがとうございました。ただいまご説明いただきました通り、この全国ベースでそれぞれの販売業者さん、確認を取っていく、そしてきめ細かな対応をされているというのは、非効率な部分はあるかもしれませんが、これはやはり国民の生活にしっかりとガソリン価格を、ガソリンを届けていくということでは、安くするための、促すための努力をしていただいていることを大変理解いたしました。そして次の質問はですね、この激変緩和対策事業は、令和4年3月末までの予算となっておりますが、4月以降も、170円を超える状態が続いた場合において、今後の対応については、どのように検討いただいていますでしょうか。お聞かせください。吉川裕美大臣政務官。山本委員にお答え申し上げます。今後の原油価格の動向、あるいは石油製品の販売量に応じて、執行額は変化をいたしますが、制度開始から約1ヶ月半執行実績がなかったこと、また制度が発動する基準価格、こちらが4週間に1円ずつ切り上がっていくという制度設計もございますので、現段階において予算が不足するということは想定をいたしておりません。まずは現在措置している激変緩和事業、こちらを着実に執行してまいります。そしてその上で原油価格の高騰、こちらがどの程度長期化していくのか、これを見極めながら、あらゆる選択肢を排除することなく、国民生活あるいは経済活動への影響を最小化する、このような観点からしっかりと効果的な対策、これを何かということを考えながら、総理の指示等を踏まえ、政府全体でしっかりと検討してまいりたいというふうに思っております。山本左近君。ありがとうございました。ただいまご答弁いただきました。今後についてですね、やはりまずはこれまでの確保した予算をしっかりと使っていく、そしてその4月以降、もちろん価格というのは変化がありますので、ずっと上がり続けるわけでもないという
ことですが、可能性として上がった場合においても、あらゆる選択肢を排除しない、そして包括的に対応していく、そして国民の生活を守っていく、本当に力強く、そして前向きな答弁をいただきまして、ありがとうございました。ここからは、ガソリンの対策事業ではなく、アドブルーというものに対しての質問をさせていただきたいと思います。アドブルーとは、高品位尿素を用いた尿素水の種類の一種で、ディーゼル車など排ガス中に含まれる窒素酸化物を低減するために用いられるものです。つまり、乗用車やバス、トラックなどで多く使われるものなのですが、このアドブルーが足らないというのは、昨年の秋から冬にかけて、物流業界では大変な状況が生まれていました。そうした中で、経産省から12月24日付で、需給緩和の対応と今後の見通しに関するリリースをされていると承知していますが、改めてこの状況が生まれた原因と、現在の需給についての状況、また今後の対応策について教えてください。新川大臣官房審議官。お答え申し上げます。ディーゼル車の排気ガスを中和するための薬剤である尿素水、いわゆるアドブルーにつきまして、需給逼迫が生じ、事業者の方々からその影響を懸念する声、またご心配をいただいたということについて認識をしております。日本国内の需給逼迫の原因につきましては、原因である尿素について、昨年10月15日以降、日本国内の供給量の約3割を占める中国からの輸出が滞ったことから生じたものと考えております。経済産業省としては、現下の状況を踏まえまして、国内の尿素生産事業者に対して最大限の増産を要請しているほか、外務省と連携し、尿素の輸出厳格化を行っている中国政府に対し、輸出の早期再開を要請したところでございます。この結果、本年1月以降、国内増産分により中国からの輸入の減少分が補われており、今後需給の逼迫は引き続き緩和に向かっていくと考えております。いずれにいたしましても、引き続き国内の需給動向を最大限注視しつつ、国民の皆様の生活や社会インフラを担う事業者の事業活動に影響が出ないよう、対策に万全を期していく所存でございます。山本左近君。はい、委員長、ありがとうございます。ただいま、ご答弁いただいた中で、国内生産を増やしていただきながら、今後足らなくなることはないように対応いただいているということを改めて確認をさせていただき、そして今後もですね、継続的にこういった状況が発生しないことをしっかりと注力していただきたいというふうに期待しております。続きまして、半導体の質問に移らさせていただきます。半導体、これ実は自動車に欠かせないパーツの一つであり、そして昨今の世界的な半導体不足による新車販売の遅れは、日々ニュースでもあり、話題になっているところであります。昨年末の臨時国会において、経済安全保障の観点から、この半導体の国内製造拠点の整備を進める法律を成立させていただいたことは、記憶に新しいところです。そして本日はですね、半導体の中でも、パワー半導体についてお伺いしたいと思います。このパワー半導体について、パワー半導体ですが、半導体のうち、電源などのパワーユニットのコントロールするものを言います。大きな電圧や電流に耐えられるように設計をされています。そして、ハイブリッド車や EV 車におけるパワー半導体の効率アップ、これを目指していくことで、電力損失をいかに減らすことができるのかが、今後、重要な、大変鍵になってまいります。そして、それを現在の半導体で、クリアするという中でですね、今、新しい次世代素材のシリコンカーバイド、炭化ケースというものが注目をされております。このシリコンカーバイドは、コスト面での課題が今、非常に大きいわけですが、ただ、反面、このパワー半導体を、このシリコンカーバイドのパワー半導体を試験的に使った自動車では、
燃費の向上など、確実にエネルギー効率を高める結果が出ています。これ、まさにカーボンニュートラルを目指すために必要となる次世代素材のシリコンカーバイドについて、今現在、どのように研究開発を支援しているのか、また今後、製造面やコスト面をクリアし、普及を進めていくためには、どのように取り組んでいるのか、またそれを具体的に実際にいつまでに実施するのか、目標設定を教えていただきたいと思います。門松大臣官房審議官。お答えいたします。先生ご指摘のパワー半導体でございます。ご指摘のような自動車をはじめといたしまして、鉄道、産業機械、家電など生活に関わるさまざまな電気製品の制御に使われるものでございまして、製品の省エネ化に欠かせない重要なデバイスであるというふうに承知をしております。SiC、シリコンカーバイドのパワー半導体でございますが、現在普及しておりますシリコンパワー半導体よりも高い省エネ性能を先生ご指摘のとおり有しておるわけでございますが、一方でコストが非常に高いということがございまして、そこが普及する上で最大の課題になっているというふうに認識をしております。このため、本年度から最長10年間、次世代シリコンカーバイドパワー半導体の研究開発、これに対して500億円超の支援措置を講じることとしておりまして、具体的には2030年までにパワー半導体のエネルギー損失の 50% 低減、また量産時に従来のシリコンパワー半導体と同等のコストを達成する、これを目指して研究開発を進めてまいりたいというふうにしております。山本左近君。はい、委員長ありがとうございます。今ご答弁いただきましたこのパワー半導体、そして次世代素材であるシリコンカーバイドについて、現在研究開発、今年度からですね、10年の研究開発予算として500億を計上されている。そして2030年にはパワー半導体のうち現在使われているうちの 50% をこの次世代素材であるシリコンカーバイドのパワー半導体に変え、電力コスト効率化を図り、自動車や鉄道、また家電といったさまざまな電気で動くものの効率化を図り、カーボンニュートラルの実現に図っていく、そのための研究開発をされているということを理解させていただきました。この半導体がこれから国内でやはりしっかりと製造していく、また新しい素材に対しての研究開発を進めていくことは、日本の経済安全保障においても必ず大事になるというふうに考え、現在のこの目標設定、しっかりと進めていただく、そしてなるべく早くこの次世代素材が一般に普及できるよう、結晶化をしっかりできるような開発、またコスト面でのコストダウンを進めていただければと思います。それではこれにて私の質問を終了させていただきます。本日は皆様どうもありがとうございました。これにて山本左近君の質疑は終了いたしました。ありがとうございました。いいですか。次に松本